桜井。なんでもないっすよ。ピストンリングおかしいんじゃねえの。すげえ煙出てんぞ。バッキャロ、ほらこいつの特徴だよ。で、大丈夫か本当に。心配すんな。俺の下駄のことは俺が一番知ってんだからよ。んじゃ、全開で行こうぜ。おばさん、頑張って。もうすぐ病院に着くから、ね。どうしたんですか？暴走族だ。前の車、巻きに寄ってください。なんだ、どんなろう。俺たちを誰だと思ってんだ。調子くれると締めんぞ、くれ。ま、回り道するしかないか。そんな。バカなことやってんじゃねえぞ。 なんだてめえは。正義の味方。えっ、こんだ。救急車が通りたがってんだろ。どうしてやれや。半端野郎、太ってんじゃねえぞ。一時区間長の集会に乗り込んでくるとはいい度胸で、ぶっ潰しめや。手島、救急車様をお通ししろ。行くぞ。自覚の軍団の力を見せてやれ。ついてきてください。ほらほらほら、正義の味方のお通りだ。はい、君も脇にどきなさい。あ、どくの。ゴーダさん、救急車様の先導終わりました。よし、ここら。この野三八、いよいよ辛そうだぞ。ああ、なんとか言うこと聞いてくれてるって感じだな。だいぶ酷使したかんな。そろそろとことんいじんねえとダメかもしんねえ。大丈夫か。来月の頭、商爆結成記念集会があるんだぜ。大丈夫だ。それまで持たせてみせら。桜井。
行っちまったって、とうとう。ええ、ここんとこガタピシ行ってたんすけどね。江口くん、これから布地買いに行くの、一緒に行かない？ごめん、今それどころじゃないんだ。桜井くん、バイバイ。桜井、どんな塩梅よ。ついにダメだ。ダメか。だましだましやってきたんだけどな。ついに決定打が出たって感じか。とっかえねえと、やっぱダメなとっか。ダメだな、ありゃ。何しろポンコツだかんな。バラしてみたか。ええ、ぼちぼちやってんすけどね。ガンクルテアンだよってね。なんだこの野郎。なんのがくらーてめえ、くっここの野郎。桜井、終わりだ。もう伸びてんよ。桜井、信号変わっちまうぞ。どうだ、シンジ。大変だな、お前も。なんなら俺が別のバイクを手配してやろうか。そうやじ、ふざけやがって。こんちゃーす。はい。相模新聞なんすけど、3ヶ月分取ってもらえませんか。ああ、うちはもう別の新聞取ってるからいらねえよ。あ、旦那さんすか。それがね、今契約するとビール券2000円分がついてきますよ。ビール券どうすか。学生さん、バイトも大変だろうけど、うちは間に合ってるからね。そうすか、どうも。かなえちゃん、ガーベラの鉢前に出しといて。はい。俺の面になんかついてる？あなた、新米の勧誘さんね。もっと強引に売り込まなくちゃ、生存競争に勝てないぞ。いや、俺は新米じゃねえぞ。これでも新聞屋の花言葉、明日も爽やかにあげる。お互いバイトのみ、頑張ろうね。ああ、ちょっと待って。じゃあこれ、お礼に店の景品。またそんなことしてちゃ、赤字になって店の人に怒られちゃうわよ。
朝顔のしおり、朝顔の花、なんだかおいらあん時から感じちまってた。夏の朝、そこに咲いていた夢みてえな。やっほー！何してんだ、バカ。ブンブン、突然みてえだったけど、なんだか最高にハッピーだった。よ。お、桜井どうした？ああ、今日はまだ会ってねえよ。三八大丈夫なのか？あれから何にも言ってこねえけど。自分で何とかするとは言ってたけどな。かなり落ち込んでんじゃねえの？ねえ、早く早く待ってよ。おい、アキラ、なんすか？写真できたぞ。こないだの集会の時のよ。ほら、マルがカメラ持ってきた時、アンベ、あの写真ができたんだよ。ああ、あん時の。わかりました、今行きます。おめえがしょんべん我慢してチンポコの先っちょ握ってんやつとかもあんぞ。ああ、わかりました、わかりましたって。早く来ねえとタミさんに見しまうぞ。今行くって言ってんでしょ。あ、もう押せ。タミさん、これ見ちゃダメ。おっと、桜井、桜井。おお、今よ、江口さんがこの間の集会の時の写真を見ようっつってんだ。行こうぜ。悪い、俺今日ちょっと、今度見るよ。じゃあな。なんで、あいつ落ち込んじゃいねえな。あ、やべえ、こうしてる場合じゃねえや。タミさん、何よこれは。ちょっと、それにはわけが。江口さん、ひでえよ。わざと写真を落としたんでしょ。何？ああ、三八か。まだあのまんまだ。何しろ物が古いかんな。どうすんだ、明日のツーリングパスすんのかい。しょうがねえべ、下駄がねえんだからよ。それに明日はただ海に行くだけだべ。そうだけど。そん代わり、来月の記念集会までには間に合わせるつもりだかんよ。あら、いいけどよ。しかしよ、下手な肩意地張らねえで江口さんに見てもらったらどうだい。あら、俺の三八だ、俺が直すよ。っていうか、好きなんだな、この花。昼が丘の一年草、熱帯アジア原産で品種が多く、秋の七草に数える説もある。わお、詳しいのね。いや、こういうのは得意なんだ。かなえちゃん、
朝食抜きなんでしょ。少し早いけどお昼にしなさいよ。あ、はい。じゃあ私外で食べてきます。学園3年七瀬かなえ、将来の希望は今習ってるエレクトーンの先生になることかな。うん。へえ、18歳、タメか。タメ？あ、いや、同じ年かってことさ。ねえ、桜井くんっていつもそんなに無口なの？そっかな、そんなつもりねえけどな。そうだな、俺の好きなものはバイクと遅いから。お花でしょ。桜井くんって優しそうな顔してるもん。なんだおめえ。よう、桜井くん。ねえ、桜井くんのおじさん。おじさん。いや、友達だよ。仲間なんだ。ああ。そんじゃまたな。今日は楽しかったよ。何よてめえ、江口さんたちと海行ったんじゃねえんかよ。いやな、朝顔の君を一目見ようと思ってよ。朝顔の君？おめえの片思いの相手のことよ。俺が考えたんだ。いいべえ。うん。おお、ちょっと。サンパチがほっぽらかしになっても仕方ねえね。誰がほっぽらかしにしてんだよ。なきゃにゃきゃかわいいじゃん。まあ渚ちゃんほどじゃねえがな。バッキャロー、タイプが違うな。はいはい。だがよ、俺は彼女を単に見てくれだけで見てるわけじゃねえぞ。なんていうか、その明るさよ明るさ。コロコロよく喋ってよ。しかし毎日朝顔を買いに行ってよく銭持つな。スカンピンだ。おお、おめえんじゃ教えちゃったけどよ、江口さんには言うなよ、照れくせえかんな。優しそうか。そんな風に言われたのも初めてだな。小僧どもはこのクソ雨の中どこ行ってやがんだい。もうしげさんたら、人が食事してるときはクソとかしょんべんとか言わないでください。よしこもよ。あ、ごめん。いや、悪い悪い。じゃあお詫びにサービスしちゃおう。うわー、しげさん太っ腹。ガキどもには内緒だぜ。しかし、こんな可愛いギャルをほっぽってどこで調子くれてんだろうね、あいつらは。あれさ、エウサ
桜井んとこからか。ええ、乗れよ、送ってやんよ。てめえら半端こいてんじゃねえぞ。でこの野郎、くりゃてめえ、俺を怒らせんと怖えぜ。ったらてめえらみてえな小僧が勝さんや100年早いんだ。やれ。すいません、助かりました。うるせえ、早く消えちめえ。はい。アキラ、バックレンズ。ああ昨日の駅裏の喧嘩聞いたか。ああ、この先の駅だべ。すげえってよ、今でも壁とかに血のりがべったり。本当にこの辺は暴走族も多いから君も気をつけろよ。うん、いいさ、そしたら俺が守ってやるよ。バーカ、片っぽは小爆らしいぞ。お前なんか1秒でくしゃくしゃで。で、どうかな明日。シエプールの入場券余ってるんだけど。もうそろそろ暇できたろ。ごめんなさい、明日は。あら、シエプールの入場券が余ったんだけど。おい、カナエちゃんは俺たちが先に誘ってんだぜ。やめとけよ、小爆のスイングトップだ。行こう行こう。関わらない方がいいや。明日はみんなとツーリングに行く予定なんだけど、俺のバイク延故しちまってさ。だから俺パスしようかなって。桜井くん、そのツーリングなんだけど、こないだのお友達って人暴走族っぽかったけど、まさか君もやってるわけじゃないよね。ごめんね、私暴走族とか突っ張りの男の人ってダメなんだ。目立ちたいだけの気持ちで髪を染めたりリーゼントにしたりして、それだけで独りよがりしてる人って理解できないわ。人の迷惑を無視することをかっこいいと勘違いしてる人たち、目的や夢があればあんなことやってる暇さえないはずよ。背の低い車に一晩中揺られて自分の体を何一つ使わずに青春のどうのって堂々と言っている人たち、生理的に虫唾が走るの暴走族っぽい人たちだけは。ちょっと待ってくれよ。ごめんね、感情的になっちゃったけど、うちのおばさんがね、
こないだ倒れちゃって、夏風邪こじらせてずっと具合悪かったんだけど、その上家の前の道路で暴走族が大きい音を立てて走るもんだから、睡眠不足で体力落ちちゃって、ついに入院しちゃったの。暴走族のせいで、暴走族のせいで、暴走族のせいで。かなえちゃん、悪い、俺暴走族だよ。湘南爆走族って最高のチームに入ってる。やっぱり、やっぱりあのお友達と一緒なの？湘南爆走族って地元でもすごく有名なグループじゃない。なんで、なんで桜井くんみたいな人が。弁解は得意じゃねえよ。やっぱつるんで台車乗ってんのはよそと同じだかんだ。昨日の駅裏の喧嘩の噂聞いたわ。でも、でも桜井くんはいなかったんでしょ？喧嘩なんか得意じゃなさそうだもの。俺はいなかったけど、いたらやっぱ一緒に始めてたよ。ただ隠してたわけじゃねえよ。言う必要はねえと思ったからさ。信じられないよ、私の知ってる桜井くんがそんな不良だったなんて。仲間のことを悪く言うなよ。頼むよ、頼むから。それに俺たち不良とかそんな悲惨なもんじゃねえよ。私、突っ張ってる人は嫌よ。突っ張りだけは嫌、嫌。私たちせっかくお友達になれたのに、これからもっと仲良くなっていきたいのに。桜井くん、グループを抜けて自分のためにも夢を持って生きてよ。明日の午後、おばさんが退院するのだから、迎えに行くんだけど、その時桜井くんも一緒に来てほしいの。一緒に来てくれるよね？午前中お店で待ってるわ。待ってる。でも明日は仲間と記念のツーリングが。明日のツーリングはパスするって言ったじゃない。だから、だから私をプールに誘ってくれたんでしょ。私の気持ち分かってくれるなら、真面目になってくれるんなら、その後プールに行こうね。あ、もう休み時間終わってるよ。やばいな、行くよ。待ってるわ。俺は今のまんまだって形になんねえけど、山盛り持ってな。
なんだおめえらやんのかクラン。今日のオラ機嫌悪いぞ。関係ねえ、やっつけない。しやがれ。どうしたんだ、桜井。大丈夫か。すまん、俺がのこのこ面出さなきゃよかったな。バカ野郎、余計な気使うなよ。俺には何も言えんがよ、どうするんだよ。どうするって何が。いやな、かなえちゃんを取るのかチームを取るのかっていう、これは大変な問題だよな。悩んじゃうよな、こんなどでけえ選択迫られたらよ。問題だとか選択だとかそんなもん比べようねえだろ。そら、ツーリングはサボろうと思ったことはあったけど、でも突っ張りは俺の生き方だべ。チーム湘南爆走族、これが俺の最高に気に入ってるもんだぜ。桜井、思い出ってできる瞬間があっけねえな。錆びてんとこは塩を吸い込んでんしよう。
削れてんとこはおめえと一緒に焦げたとこだ。修理出すべよ。俺はちった持ち合わせあんぞ。少しは今までの運賃ぐらいどうすよ。バキャロ、てめえの世話にはなんねえよ。水くせえことを言うぜ、まったく。だけどどうすんだよ、明日の記念集会。出るよ。え？行くぜ、ショーバカ。やめとけよおめえ、俺結構重量あるぜ。誰がそんなことすっか。江口さん、ちょっとくれえな。原沢、明かりこっち向けろや。はい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 。えっ、おれ、俺散々やってみたんすよ、バラして。いいよ、もっぺんやってみんべ。江口さんよか単車詳しくねえけど。わかりますよ、ありがとうございます。でもしょうがねえから。おめえの三八だけんど、やらせろよ。俺にも思い入れがあんだ。やるだけやってみようや。この三八は俺らの歴史に参加してんだからね。江口さん。桜井、マニュアルとパーツ持ってこいや。あ、はい。江口さん、頼んますよ。うん。朝顔いいな。あ、それはそのままでいいよ、三八にぴったりじゃないか。はい。さて、やっか。 GT 三八のシリンダー特殊だかな。ガスケットはしょうがないとして、シリンダーヘッドにかなりのカーボンが溜まってんぞ。リングの減り具合はと、リングを外すとき無理すと折れるから気をつけないとな。かなり減ってんな。こんなとこにクラックができてんぞ。相当こき使ったっすから。このコンロドアまだ大丈夫だ。クラッチ見たか。一応。ナットの締め付けが少し甘い。これじゃあクラッチそのもんがいかれちまうよ。すいません。フリクションプレートもかなり減ってんな。スプリングも下手ってんぞ。クラッチの中にスラストワッシャーは入ってっか。はい、入ってます。おっさん、おっさん、客だぞ、おっさん。なんだい、原沢君か。もう閉めたんだよ。頼んます。GT38 って単車の部品かい。こないだも桜井君が来て散々探してたけど、うちにはなかったよ。もう一回晒す。ポイントは大丈夫だ。よし、もう一回組み立てんぞ。原沢君、暗くて危ないからやめときなよ。また明日にすれ。おっと、明日はツーリングなんだよ。おやちょ、エグジさんだって最初から無駄かもしんねって分かってんのに頑張ってんだ。俺だって三八になんかしてやりてえよ。桜井、そっちから持ってくれ。重いかんな。はい。
アキラが。な、何やってんだよおめえ、こんなとこで。三八のエンジンでもと思ってよ。あったぞ、こっから20キロほど行ったとこだ。なんだと。捨ててあったの思い出したんだ。これから見に行くんだけど、一緒に行くか。おう。花沢君、このままほったらかしで行くのか。後で片付けに来るからよろしく。よし、行くべ。あ、てめえ重てえな。桜井のクラッチ盤下手るの分かるな。うるせえうるせえ、急げ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ダメか、ちょっと変わってみ。やっぱクランクケースのひび割れが致命傷か。江口さん、ありがとうございました。もうじき朝です。チキショウ。チキショウっすね。やっぱありがとうございました。チュアース。桜井先輩っすか。はは、いや、すんません、丸川さんに言われて GT38 のエンジン探してたんすけど。ちょっと俺たちには見つかんなくて。そっか、おめえら丸の中学の時の後輩か。はい、すんませんでした。失礼します。お、お、サンキューな。桜井、おめえそろそろ朝刊配る時間だべ。はい、じゃあちょっと。本当にありがとうございました。すいません。寝ぼけて新聞ドブに落とすなよ。よし。あ、江口さん。丸川の後輩か。あ、はい。GT38 のエンジンを探したんですが。そっか、ありがとう。もういいよ、帰って寝ろや。はい、帰ります。失礼します。失礼します。アキラ、38のエンジンあるにはあったんすが、錆びついてて使い物にはなんないんすよ。三発のエンジン見つかりました。
く見つけたな。スーパーの裏の駐車場に捨ててあったやつをかいつが。えれえぞおめえら。よし早速組み立てんぞ。中入れろや。瀬島さん、いつまでこんなことやってるんですか。ドクロの看板が泣いてますよ。泣き野郎、権田さんがやるって言ったことに文句言うんじゃねえ。権田さんも一回気に入るとしつけえかな。いいか、うちのチームは正義の味方なんだ。こんな真似は悪党の商売にはできやしねえ。おい、カナエちゃんのこと本当にいいのか。まだ午前中だ、間に合うぞ。やっぱよ、俺はおめえらと納得いくまで走りまくってみて。だからこれでいいんだ。18の夏にここで見送る。